本日は医学博士で小児科専門科医でいらっしゃる、工藤紀子先生にお話をいただきます。工藤先生は2人のお子さんをお持ちのお母さんであり、またお勤めのクリニックでの診断はもちろん、ご自身のインスタグラムでのライブ配信で育児アドバイスを行うなど、子どもたちやお母さんの強い味方として精力的に活動していらっしゃいます。工藤先生は弊社の東京中目黒のキンダーガーテンの嘱託医をしていただいているご縁から今回のセミナーをお願いするに至りました。それでは大変お待たせいたしました。東京インターナショナルスクールキンダーガーテンアフタースクールセミナー、子どもの心と体の健康のためにできること、小児科医のママが教える大切なうんちの話、工藤先生お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。小児科医の工藤紀子です。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、それでは早速始めさせていただきたいと思います。小児科の専門医で、中目黒校、東京インターナショナルスクールの中目黒校の嘱託医をしています工藤です。どうぞよろしくお願いします。はい、で今日は最初から最後までうんちの話をします。で、子どもたちの、ね、うんちが整えば、子どもたちの生活が、そして子どもたちの勉強が整ってくるからなんですね。今日はぜひうんちについて学んで、うんちを味方につけて、でぜひうんちならぬ運気を上げて帰っていただきたいなと思っています。さて、じゃあ突然ですけど、学校でうんちをしていましたか？普通にしてたよって人もいると思うんですけど、あまりしなかったとか、ほとんどしなかったという方も多いんじゃないでしょうか。中にはお腹が痛くてトイレに行きたいのに、もう我慢に我慢を重ねて、冷や汗をかきながら授業を受けていたなんて人もいると思います。なぜ学校でうんちしないのか、理由は様々あると思うんですけど、周囲に聞くと、学校でうんちするとからかわれるからとか、あと、ちょっと恥ずかしいからとか、そういう声がね、結構数多く聞かれました。特に男の子の場合は、こう、おしっこするとことうんちするとこ、なんか分かれてるみたいな感じになってますよね。なので、個室に入るイコールうんちをするみたいになって分かっちゃうので、なんかからかわれるの嫌がって我慢をしていたっていう人は多いみたいなんです。ね、それに関連する話で、私がね、忘れられない話があります。中学校1年生か2年生の頃だったと思うんですけど、廊下を歩いてたら、なんかトイレの方から男子生徒たちが騒ぐ声が聞こえたんですね。で、トイレの前まで行って、ちょっとうちのトイレってこう観音開きのトイレになってて、ドアがですね、で中見てみると、数人の男の子が個室をこう取り囲んでこうタンブロしてて、こうワイヤイワイヤイしてて、なんかうんこすんなやとか言いながら、こうドアを蹴ったり、個室の上からモップを投げ込んだりしてるんです。で、誰か中に入ってるみたいなんですね。で、しばらくして騒いでた男子たちが廊下に出てきて、続いてゆっくりと一人の男子生徒が出てきました。で、仮名なんですけどね、仮名なんですが、クラスメートの山田くんでした。で、彼がね、こう言ったんです。よし、トイレでうんちして何が悪いって。いや、そうなんですよ。山田くんが言う通り、トイレってうんちするとこじゃないですか。だから、ご飯ね、食卓でご飯食べたり、ベッドで寝たりする行為と何ら変わりないのに、ね、教室でしたならまだしも、あと外でしたならまだしも、トイレでうんちをして、なんでからかえなきゃいけないんですかね。なんででしょうね。で、こんな話をすると、そんなの昔のことで今はないでしょうなんて言う人いると思うんですけど、確かに、ね、この30年ぐらい40年ぐらいの間に、世の中のトイレの大半は、様式化されたパーキングスポットとかのおトイレもすごい綺麗になってますよね。あのデパートとかも、ね、トイレ周辺のハードの環境ってすごく改善されたと思います。だから、なんかうんちの問題も解決したのかな？どうなんでしょうか？ソフトの面は一体どうですかね？どう思われますか？じゃあ、この小学生、今回は幼稚園とか小学生のお母さんたちが対象かなと思うんですけど、ここで子どもたちの便秘のヒントについてちょっと考えてみようかなと思います。で、NPO 法人日本トイレ研究所の調査結果によると、どのぐらい便秘の子がいたと思いますか？実際には、じゃん。
なんと3人に1人以上が便秘気味って言われてるんですね。まあ、計算ざっとすると、まあ、30人のクラスだったら11人、40人のクラスだったら15人、ね、うんちが十分に出ない中、授業を受けてるという計算になります。で、こんなにいるのかって思われた方もいらっしゃると思います。で、学校にうんちしたくなった時、どうしてるの？我慢してますか？っていう質問についてですね、まあ、よくある、時々あると答えた人っていうのは、なんと半分以上いたんです。この調査から、かなり多くの子どもたちが、まあ、便秘状態でもあるし、うんちをしたくなっても我慢をするというストレスを感じながら学校生活を送っているという現状がわかるかなと思います。じゃあ、なんで学校でうんちしないのっていう質問をしたところ、その大きな理由の、ね、ナンバーワンは友達に知られたくない。で、あとはこのうんちをすると友達にからかわれること。なので、先ほどお話ししたように、学校でうんちをすることで周囲から嫌がらせを受けたり、いじめを受けたなんて話はね、残念ながら今でも耳にします。学校でうんちをするイコール恥ずかしいことっていう考え方は、現代の子どもたちの中でも根強く残っています。だから、まあ、トイレを囲むソフトの環境というのはまだまだといったところなんでしょうかね。じゃあ、このうんち我慢すると、こういうことが続くと何が起こるかというと、まあ、ちょっとこれ私のエピソード話すんですけど、中にはね、救急外来にこう運ばれてくるような事例もあります。ある時こう夜中にのたうち回るぐらい、まあ、もうめちゃめちゃお腹が痛い、ね、で運ばれてきた子がいました。お母さんはね、これ盲腸なんじゃないかとか、なんかすごい大きな病気じゃないかと思って、もう心配でね、もう助けてください、もう大変なんです、うちの子お腹めちゃめちゃ痛いんですって来ます、ね、本人は本当お腹痛い、もう歩くのもしんどい。でもこうやって診察してみると、こう、まあ、私を子供見るときにお腹痛いって時は必ず、まあ、どの医者もですけどお腹こうね触ってみるんですけど、お腹触ると、あ、なんかうんちの塊あるかもって、こう手にこう明らかに触れるんですね。で、レントゲンを取ってみると、お腹の中、腸の中にうんちびっしり入ってます。で、本人に聞いてみると、もう1週間ぐらいうんちしてないかも、なんて言うんです。なので、あ、じゃあ浣腸しましょうって、浣腸すると、もう効果はてきめんで、もう最初はトイレで、うん、お腹痛いなんて言ってるんですけど、うんちがバッと出ると、もう痛みはもう全然なくなって、もうさっきまでもうめちゃめちゃ痛かったのが、もうこう、この絵の通りにですね、もうスキップして帰るみたいになっちゃって、なんかお母さんも、あれ、このお腹痛いのはうんちだったんですね、みたく帰ってくる、帰っていくなんてこと、これはね、小児科医であればね、誰でも経験したことがあると思うんですけど、こういうことが実際に起こってきます。じゃあ、まあ、ここからね、結構本題に入ります。どんな状態を、まあ、医学的に便秘って呼ぶんでしょうか。で、一般的に便秘と思っていることちょっと違うかもしれないなと思ってます。で、これはちゃんとした定義があって、まあ、便秘とは、この排便頻度が3日に1回以下、だから週に2回ぐらいの場合ですかね。あとは便失禁がある。便を我慢することがある。排便時に痛みがある。便が硬い、トイレが詰まるくらい大きな便が出る。これは便秘と考えていいかなと思います。はい。じゃあ、このね、便失禁、さっきのね、この便失禁があるって、なんか、うんちが漏れることなんですけど、ここもね、ちょっと認識がずれてることがあるので、ちょっとお話ししようと思います。これ、便秘で受診するこのパンツを見ると、下着ね、下着見ると、こう茶色く汚れてることがあります。で、これね、実は、腸に長く留まってたうんちが肛門から、このね、お尻の肛門から漏れ出してできた、出てきた、こう、液状のうんちなんですよ。で、そんな話をすると、便秘でうんちが出てないのになんで？と思う人もいるかもしれないです。で、これ図をね、ちょっと見ていただくと、うんちをこう何度も何度も我慢すると、うんちって水分、この腸って水分を吸収するところなんですけど、どん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 水分を吸収して、うんち硬くなるんですね。ね、硬くなってきて、どんどんうんち大きくなると、こう頑固でもう硬いうんちの状態になって、これがもううんちの出口のところにでーんっているわけです。でも、ご飯食べるとうんちってどんどんできてくるわけですから、上からどん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 出てくるんです、うんちがね。うんちの材料が。でももう出さなきゃいけない。で、そうすると、ここのね、このうんちの隙間を抜けて、こううんち、
こう染み出てくるんです。ニョロニョロニョロ。もう、こう限界です。出さなきゃお腹パンパンですってことで、うんちが漏れ出てくる。これって、なんかこう、これで、ね、下着が汚れるんですけど、こういう経験ってもしかして皆さんにもあるかもしれなくて、なんかお腹めちゃめちゃ痛いってトイレに行くと、なんかすっごい硬いうんちがボーって出た後に、なんか柔らかいうんちがわーってちょっと下痢っぽいうんちがニョ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 って出るとか、まあ、そういう経験って誰しもあるかなと思うんですけど、なんかそういう状態なんですよ。で、このね、うんちが、これちょっと大事なことなんですけど、うんちが漏れてたとき、これ本人にね、自覚はないんです。実感なし。ここにうんちあるんだけど、ここから漏れて出てきちゃってるから、本人気づかないんです。これね、これが最初にお話しした便秘なのに、お下着が汚れている。これがね、この原因でこうなってるんですね。なので、これ、お母さん、これ、うち帰ってきて、お下着声見てみると、あれ？パンツ汚れてるじゃんってなるんです。で、小学生にもなってうんち漏らしてもみたいに思うわけです、お母さんね。ちゃんと、あとちゃんと拭いてないじゃん、うんちなんとってお母さん怒る。でもお母さん、子供にしたら、なんかうんち漏らしたっていう意識っていうか自覚もないし、あれ、うんち代替してないし、拭けてないとか言われてもそんな自覚ないのに、あれ、なんでこんなこと、なんでこんないつもパンツ汚れちゃうんだろうってすごく落ち込むんです。で、これ、うんちね、これ、ちょろちょろ漏れてると、やっぱ下着が常に汚れてる状態なので、結構匂うんですね。臭くなってくる。で、そうすると、まあ、学校に行っても、なんか周囲の人が気づくぐらい、あれ、なんかこの人ちょっと臭いかもって気づくようになってくるんです。で、そうすると、なんか、ちょっと心ない子、猫とかが結構子供って正直なんで、お前ちょっと臭いぞとかって言っちゃったりするんですよ。で、そうするとそこが原因でいじめに発展したりとか、あとは、あれなんでこうなっちゃうんだろうって、もう自分もこう自己肯定感がどんどんこう下がってきちゃう。ね、お家に帰ればお母さんからまたうんち漏らしてって怒られる。学校では臭いってからかわれる。でもそうするともう本当に落ち込んでくるんですね。で、でも自分でもどうしてこうなってるかわかんない。だから誰にも相談できない。勉強もなんか手につかない。なんかもう悶々とした日が続いて、もう学校に行けなくなっちゃうなんてこともあります。で、便失禁。実はね、もう一個こういうタイプがあるんですね。で、うんちがこう、さっき見たく、横、うんちの、この、あ、失礼。この横からね、こうやって漏れてくるだけじゃなくて、このうんちのかけらが、こう、ポロポロって出てくることもあります。で、これね、うんちポロリなんですけど、この、ここからポロポロって出てくると、こう歩いた時とか、このパンツの中にこのポロポロのうんちがあったりして、こうショートパンツ、短パン履いてたりすると、その下着の隙間からこのうんちがポロポロと落ちてくることがあるんです。で、それを見つけたね、先生とかお母さんが、あれ、なんでこんな時にうさぎの糞みたいなうんち落ちてんだろうみたいになるんです。ね、で、こういうね、こういうふうに、小学生の中には、こうやってうんちが漏れてて、いつも下着が汚れてる子とか、なんかその子からいつもうんちポロポロこぼれてくると、なんか排泄コントロールができない子なんだ、なんて言われて、あれ、この子ちょっと支援が必要かなと思われちゃって、で、支援級になった子もいるみたいなんですね、実際に。で、これが便秘によるものっていうのは、先生はもう気づかない。親も気づかない。で、本人ですら気づいてないってこともあるんです。ね、便失禁ってちょっとイメージとちょっと違かったってことないですか？ちょっとね、こういうことが原因で便失禁って起きたりします。じゃあ次に、じゃあいいうんちの硬さってどんなんだろうって思われると思うので、まあ、ちょっとお話しすると、まあ、健康なうんちには適度な柔らかさってのがあるんですね。で、よくバナナうんちがいいなんて言うんですけど、実はこう熟してないバナナの硬さだとちょっと硬い。だいたい歯磨き粉ぐらいの硬さ、水分で言うと 70-80% ぐらいの水分を含んだものが健康なうんちと言われています。で、形状はね、実に様々で、まあ、硬いうんちからすごいびしゃびしゃのうんちがあると思うんですけど、こういううんちの、ね、種類の数々、専門家が分類してまとめたものがあります。これ、ブリストルスケールっていうんですけど、イギリスにあるブリストル大学のヒュートン博士って人が提唱したため、このような、まあ、大学の名前なんですけどね、ブリストルっていう大学の名前がついて、ブリストルスケールと言われています。で、このブリストルスケールは、うんちを7段階に分類して、数値が小さくになるにつれて、水分が少なくなります。この表はですね、このブリストルスケールをもとに私が7つのうんちに名前を付けたものです。で、この中でどこからどこまでが良いうんちだと思いますか？どこから大変な便秘だと思いますか？
実はこのブリストルスケールが良いうんちと定めているのは、この4のこのソーセージうんち、あとはこのヘビうんち、そしてこの雫うんち、このね、ここだけなんですね。こういうこのウサギうんちとかフガシうんち、これはもう完全に便秘状態です。この下のね、泥うんち、水うんちは下痢の状態。ただね、この下痢のうんちといっても、さっきの、便失禁にあるように、まあ、便秘が原因でこういううんちが漏れ出てることがあるというのは、ちょっと頭の片隅に入れておいてほしいなと思います。はい。で、このいいうんちですね。他にも条件があって、さっきのその形のソーセージうんち、ヘビうんち、雫うんち、そして毎日もしくは1日おきに出る。少しの腹圧、お腹うんってね、少しの腹圧でスルッと出る。5分以内にうんちが出る。理想は 1,2 分くらいでトイレに座ってね、便意を感じたからうんって出るまでが、まあ、1,2 分くらいが理想です。あとお尻拭いた時に血がつかない、血液がつかないとか、便器が詰まるほど大きなうんちが出ないとか、まあ、そういう条件があります。じゃあではこれね、なんで便秘になるんでしょうか。そのためにはどうやってうんちが作られるのか、そしてどうやってうんちを出しているのか、ちょっとそのうんち学をちょっと学んでいただきたいなと思います。じゃあまずね、どうやってうんちは作られるのってところなんですけど、皆さん、ね、人が物を食べてからうんちとして体の外に出るまでどのぐらいの時間がかかると思いますか。どのぐらいの時間。はい。個人差はありますけど、3歳から13歳で26時間、思春期以降の成人の場合は24から48時間と言われています。まあ、もちろん便秘の人の場合はうんちが出てからもうすぐ出ないことが多いので、もっともっと長い時間お体の中にあって、1週間前に食べたものがやっと出てくるみたいな人もいるかもしれないですね。でも一般的にはだいたい1日ぐらい、1日から2日ぐらいでうんちとなって出てきます。で、この簡単にこの、ね、消化について話をすると、消化とかどうやって体に出てくるか話をすると、食べ物をお口から食べて食道を通って胃に入って、胃ではこれね、皆さん昔習ったと思うんですけど、ちょっとざっと話をしますと、胃の中ではこの食べ物をこう攪拌してこうぐちゃぐちゃにする。で、その後この、まあ、肝臓のなんかここについて胆のうとか膵臓とか消化液が出てきて、でそこから小腸に移行して、このここで栄養とか水分を吸収して、ここから大腸で水分ぎゅーっと吸収して、うんちとなってこの S 状結腸までやってきます。ちょっと面白いなって私が勝手に思ってるのは、食べるのは意識的だけど、うんちを作るのは全くの無意識の中で作られてきます。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、ここまでね、何にも意識しないでうんちっていうのはできてきます。いや、このうんちどうやって出してるのかというとですね、実はね、うんち出すのってすごく高度なテクニックなんですね。これうんちね、この先ほどみたいにこう小腸大腸を取って S 状結腸ってところまで来たうんちダダンブレにならないですよね。ニョロニョロ出てこない、ここまで来てポンと出ないにはやっぱり理由があって、何かっていうと、ここの S 状結腸というところで、うんち、できたうんち、一時停止されます。で、S 状結腸って、その文字の通りこう S の形になっているので、まあ、ちょっとうんちがスッと出にくい構造にもともとなってるんですね。で、さらにここに、うんち持ち上げ筋って私呼んでるんですけど、まあ、恥骨直腸筋っていう筋肉があって、ここでうんちをぐっと持ち上げて、さらにうんちが出ないようにこうギュッと縛っています。さらにもう一個、このあとね、うんちこのあと直腸ってところになるんですけど、ここにもう一個関門があって、まあ、これ私が勝手にお尻締め筋って言ってるんですけど、この内肛門括約筋と外肛門括約筋っていうのがあって、まあ簡単にまとめてお尻締め筋って言ってるんですが、ここでお尻をぐっとお尻の穴を締めてですね、うんちが、まあ、S 状結腸でもともと出にくいところにあるんだけど、さらにこのうんち持ち上げ筋で持ち上げて、お尻締め筋で締めて、うんちが外に出ないようにしているんです。じゃあ、うんち出すときどうなってるかっていうと、まず、ここ、うーっと腹圧をかける。お腹に力をかけてぐっと押す。まあ、本当こういう感じでうんち押します。お腹ね。で、まあ、こう腹圧かけても出てこないので、まずはここのうんち持ち上げ筋を緩める。で、さらにお尻締め筋を緩める。で、それでやっとうんちが出ます。
なので、簡単に言う、簡単な話ですけどね、実はもっともっといろんなことが起こってはいるんですけど、簡単に言うと、まあ、腹圧をかけるっていう筋肉に力を入れつつ、こっちの筋肉は抜いて出す、筋肉を緩めて出すっていう、なんか一方で力を入れつつ、一方で力を抜いて出すっていう、なんかすごくね、高度なテクニックを使って、実は私たちはうんちを、ね、出してるんですね。で、さらに、うんちを出すには、この何もしてなくてもいきなりうんちって意識的に出せるわけじゃないないんですよ。ね、まあ、もしかしたらすごい特殊な能力を持ってる人いるかもしれないんですけど、うんちってこう出したくなるこう反射とか、まあ、タイミングっていうのはあるんですね。で、ここは食べるのは意識的だけど、出すのは意識して出すのはちょっと難しいんです。で、そのうんちを出したくなる反射っていうのは体に2つあります。で、1つ目の反射が胃直腸反射って言って、どういうことかっていうと、はい、食べ物がね、胃に食べ物がこう攪拌されるところと先ほどお話ししたんですけど、胃の中に食べ物が入ると、直腸がこう動いて、で、なんか、あ、食べると出したくなる反射っていうのがあります。これね、ご飯食べたらうんちしたくなったなんて経験皆さんあると思うんですが、この反射が起きてるからなんですね。なんかよく下痢の時とか、なんか食べたらすぐ出ちゃうので食べるのやめた方がいいですよねなんて質問をされることをよく私ね経験的にあるんですけど、食べたら出したくなるのは自然な反射なのでもういいんです。心配しなくて大丈夫です、ね、口と体さっき見たお話ししたようにこう直線ではつながってないのでそこは心配しなくて大丈夫です。でもう一つの姿勢直腸反射、結腸反射というのは別名起立反射って言われてるんですけど、これ何かっていうと、寝ている状態から立ち上がると大腸が動き出すっていうものなんです。起き上がると出したくなる反射。逆に寝てる状態だと腸はほとんど活動しないので、例えばね、介護とか医療現場で寝たきりの人にうんちさせるっていうのはなかなか大変なんですよ。なのでつまりこのね、胃結腸反射と姿勢結腸反射、この2つが起こるタイミングでトイレに行けば結構便秘気味な人でもうんちが出る確率っていうのは高くなってきます。で、ここから考えると一番いいのっていつだと思いますか？そう、朝なんです。朝朝食を食べた後、これずっとね夜間寝てます。寝てる状態から朝起き上がる、そうするとこの姿勢結腸反射が起きてる状態でご飯食べると、まあ、いい結腸反射が起きて、さらにこの2つの反射がダブルで起きてる状態で、まあ、こういう最適なタイミングでうんちが出るとすごくいいかなと思います。このね反射をうまく利用してですね、うんちをするといいかなと思います。まあ、そのためにはちょっと朝も早起きしてこのうんちをする時間を確保しなきゃいけないんですけど、まあ、そこの話は後でちょっとします。でまた、あとこのね、食事の後と起き上がった後、ね、体の仕組みとしてこう、うんちを感じやすいんだ、うんちが出やすいんだってことを知っておくことで、ある程度うんちの対策も取れるのかなと思ってます。じゃあ、ここまでどうやってうんちが出るのかっていう仕組みについてお話をしました。で、ここからですね、これがうまくいけばね、便秘って起こらないはずなのに、どうして便秘になってしまうかっていうと、実は2つの、ね、悪循環があって、それがきっかけで便秘って起こってしまってるんですね。で、まずこの内側の薄い色の方の循環見てみてください。 ここがスタート。うんちがこう溜まると、うんちを我慢して腸に留めておくと何が起こるかっていうと、次この体内への水分再吸収、つまりね、うんち硬くなってくるんですね。うんち我慢するとうんちは硬くなる。で、硬くなるとこう出すときにうんちすると痛くなる。で、ね、硬いうんち皆さんもしたことあると思うんですけど、お尻で痛いなんてこと、ね、経験あると思います。大人の場合は、まあ、それでももう何としてもこのうんちを出してやるぞってことでね、結構お尻が切れても必死に踏ん張ったりできるんですけど、まあ、これ子どもの場合はですね、こうなんか、あ、うんち痛い、うんちしようとすると痛いと思うとね、我慢しちゃうんです。で、その結果さらにまたうんちたまる。で、うんちたまるとまたうんち硬くなる、硬くなると痛くなる。こういう、ね、悪循環が起きます。これが何かっていうと、うんち硬くて出せない便秘タイプです。で、便秘にはもう一個大事な原因があって、これが、ね、この外側の循環ですね。うんちが溜まる、あ、失礼、うんちが、あ、失礼、ちょっと待ってね、うんちが溜まる。そうするとこう、うんちの材料さっきみたいにどんどんでも食べるから、上から腸の上からどんどんうんちの材料が出てくるのから、うんち自体がどんどん大きくなってきます。
で、そうすると、この直腸の進展っていって、こう、伸び伸びの腸になってくる。腸自体が、直腸自体がどんどん大きくなってくるんですね。こう広がってきちゃう。で、そうなってくるとどうなるかというと、こう、広がってきちゃうと、なんか、だんだん、その腸が、こう、感覚鈍化っていって、感受性鈍化っていって、なんか、感じにくくなってくるんです。うんちが来たことを感じにくくなっちゃう。感じにくくなってきちゃうとどうなってくるかっていうと、便意を感じなくなっちゃう。ここね、ちょっと書いて、あ、見えなくなっちゃった。便意を感じなくなっちゃう。うんちって、やっぱりこう直腸にうんちが来て、あ、うんち出そうっていう便意っていうのを感じるんですけど、これは直腸のこのたくさんのうんちが溜まって、やっと、あ、うんち出すぞっていう腸になってしまうと、またその大きなうんちを溜める癖がついちゃうんですね。これをうんちどっさり溜め込み便秘タイプっていうふうに名前をつけています。だから、大きなうんちになって初めて便意を感じる腸。これがね、厄介なんですね。この2つの便秘のタイプがあります。で、便秘には大きく分けてね、まあ、他にもいろいろ原因はあるんだけど、大きい原因はこの2つなんです。で、このうんち硬くて出せない便秘タイプと、うんちどっさり溜め込み便秘タイプと、まあ、このどちらか、もしくはこの2つが、このうまくないけど、この絡み合って、この混合型みたいになって便秘という状態になります。で、この2つの便秘のタイプですね。この2つの便秘のタイプがあることを理解すると、実は便秘の治療がね、理解できてくるんです。で、この便秘の治療について、このうんち硬くて出せない便秘タイプ、これを良くするために何をするかっていうと、うんちが硬いのを柔らかくする治療をします。これが、皆さんも便秘の人聞いたことがあるかもしれないんですけど、マグネシウム製剤、カマとか、ミルマグとか、モニラクシロップとか、マルツエキスとか、あとモビコールとか、こういう内服薬があります。で、次のうんちどっさり溜め込み便秘タイプ、これを良くするためにどうするかっていうと、溜め込まずにさっさと出す治療をします。うんちがね、溜まって腸が伸び伸びにならないように、少ないというかちょうどいいうんちが溜まってすぐ出すっていう治療をします。これの治療に使うのがラキソベロンとか、これ液体状の薬も錠剤もあります。あとテレミンソフトとか、これ座薬。あとは肝腸ですね。イチジク肝腸とか、普通のグリセリン肝腸とかを用います。でも、この便秘の治療って癖にならないんですかって、これ、ね、よく聞かれるんですね。こんな薬飲んでていいんですかってよく聞かれるんですけど、皆さんに答えてるのは、No、大丈夫です。うんちのね、便秘薬は癖にはなりません。大事なことは何かっていうと、まずはこのうんち硬くて出せない便秘タイプ。大事なことは、このうんちするのが怖いとか、うんちするのって痛いことだっていう、この恐怖感を取り除くことって子供です。ものすごく大事なんですね。なので、お薬を飲むのをやめてしまうと、やっぱりまた硬いうんちになると、うんち嫌だって言って、すごいまた先ほど説明した悪い循環になっちゃうので、一番大事な優先順位としては、この排便の恐怖感を取り除くこと。で、次にもう一個ある、このうんちどっさり溜め込み便秘タイプの場合に大事なことは、この伸び伸びの腸にしないこと、このたくさんうんちが溜まる癖をつけないってことがすごく大事になってきます。なので、お薬は癖にならないけど、そのうんちを我慢しちゃう癖はついちゃうし、腸が伸び伸びになってたくさんのうんちを溜める癖っていうのがついちゃうことがあるので、まあ、そこより、それは絶対に起こしてはいけないことなんですね。じゃあ、快便はなぜ快便なのかっていうところにちょっと移っていきたいと思うんですけど、何かっていうと、このね、便秘の状態の人が困ってること。これ、前の日本トイレ協会の方がまた、研究所の方が調べている資料をちょうど使わせていただいてるんですが、まあ、これ大人の方の、回答なんですけど、やっぱり一番多いのがね、これなんですね。イライラする。気分が優れない。また、うんちに時間がかかるとか、まあ、お腹が張ってるとか、まあ、痛いとか、なんか気持ちが悪いとか、あとやっぱり痛い。まあ、あと集中できないとか。まあ、こういうことがあるんですね。まあ、この状態で勉強に集中するって結構難しいんですよ。やっぱりお腹がすっきり、腸に何も問題がない、お腹も痛くない、イライラもしない。まあ、こういう状態で勉強ができるっていうのがとても大事になってきます。はい。で、これもまた、日本トイレ研究所の方がの答えをちょっと抜粋してますけれども、あなたのお子様の生活について以下の事項は十分にできていると思いますかって、このね、便秘状態にあることも、そうでないことも比べて、正しい生活習慣の割合が低いことが分かりましたとあります。
なので、まあ、便秘だと、まあ、どっちが先、便秘だからこうなっちゃったのか、こうなっちゃってるから便秘になったのかってところは、ちょっと検討はされていないんですけど、まあ、睡眠時間が短かったり、規則正しい食生活が遅れていなかったり、まあ、ここの食生活について言うと、野菜が少ない、食物繊維が少ないとか、まあ、運動時間が少ないとか、遊びが少ないとかいうのは、まあ、ここはちょっと有意差があるか、ちょっとかなり微妙ですけど、まあ、そういうことが出てきます。なので、やっぱり、まあ、うんちをすっきりするってことがとっても大事になってきます。じゃあね、じゃあどうやったら快便になるんでしょうか。ね、これ私が、まあ、快便の秘訣として、言ってるのが、お尻うんちなんですけど、お、まあ、覚えて記録。ちょっと後で話をします。うんち日記をつけること。C、食事。まあ、食事を整える。リ、これ生活リズムを整える。あとは適度な運動と、まあ、場合によっては治療をちゃんとすることが必要なこともあります。ということですね。で、まずこの食事について。食事についてちょっとお話をさせていただくと、これね、よくね、聞かれるのが、なんかこの子水分取らないんで便秘なんですとか、これ水分不足が原因ですかってよくよく聞かれる質問になります。で、これはね、水分が足りてる場合って実はね、効果がないんですよ。水分がちゃんと足りてる状態で、いくら水分を飲んだとしても、便秘は良くなりません。おしっこが増えるだけなんですね。なので、まあ、水分が足りていない場合は、脱水の場合は効果があるとは言われています。で、まあ、適当のね、適切な水分量についてはちょっと年齢によっても違うので、一概にはちょっと言えないんですけど、目安になるのはおしっこの回数です。乳児、1歳以下の赤ちゃんだと1日6から10回、まあ、6歳以下の幼児の場合は1日6から8回ぐらいが1つの目安になります。で、この回数より少ないようであれば、こまめに水分を取るように促したりします。で、子供に飲ませる水分はノンカフェインで、甘くないお水や麦茶を、あとはオリーブオスティーとかですね、おすすめしています。じゃあ、あとは次、快便にする食事内容について話をします。で、何より大切なのは食物繊維をしっかり摂ることなんですね。で、食物繊維は便秘に良いという話は耳にしたことがある人も多いと思うんですけど、まあ、海外の医学論文においてもその有効性はしっかり確認されています。目安、だいたいどのぐらいかというと、2歳までは1日 5g、 2歳以上は年齢プラス 5g なので、例えば4歳の子だったら1日 9g は必要となります。この基準はだいたい15歳ぐらいまで考えていただければいいかなと思っています。なので、15歳だったら 20g とか、まあ、そのぐらいですね。まあ、20ぐらい取っていいかなっていう感じです。でもね、これだけの、ね、食物繊維取るのなかなか大変なんですね。で、食物繊維が豊富な食べ物の一つに、まあ、豆類とかもあったりするんですけど、これを毎日積極的に取るってなかなか難しい。で、どうすればいいかっていうと、私がおすすめしているのは、主食のご飯をもち麦ご飯にしたりとか、あとは雑穀ご飯にすることをおすすめしています。で、主食っていうのは毎日食べるから取り入れやすくて、継続しやすいっていうメリットがあります。で、この他では、オートミールとか、あとはこういうね、全粒粉のパンとか、あとはすりごまを使うとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、主食を変えるっていうのが一番早くて、簡単かなと。あと、継続しやすい。継続すごい大事なんですよ。継続途中でね、なんか最初やろうと思ったのになんか忘れちゃうこと結構あるんですけど、主食を変えると続けられるので、私はおすすめしています。あとは P がつく食べ物を食べようって話をしていて、それ何かっていうと、まあ、P がつく食べ物、具体的には、まあ、ソルビトールっていう糖アルコールが含まれているこのプルーンとか、ペアね、梨、ピーチ、あとはプラムとか、まあ、こういうもの、あとはアッポーね、リンゴのね、アッポーもなかなか良くて、ペクチンっていう食物繊維が豊富に含まれています。で、フルーツではないんですけど、この豆、ピーツね、豆の中にも食物繊維がすごく豊富で、まあ、グリーンピースとか、あと、ひよこ豆、チックピースとか、エンドウ豆とかにもいっぱい食物繊維が豊富に含まれています。で、次、まあ、生活習慣、先ほどのリズムの部分なんですけど、まあ、この快眠と、まあ、ここら辺もすごく私話、めちゃめちゃしたいところではあるんですけど、ちょっと時間の関係で、まあ、今日はね、早起こしについて話をしようと思っています。快眠すごい大事なんですよ。ね、まあいいや、ちょっと今日は早起こしについて話をします。で、子供にね、結構、早く寝なさいと言っても、なかなかね、うまくいかないんですよね。早く寝なさいなんて言っても、なかなか、こう、これやってからとか、ちょっとまだ、ね、ふにゃふにゃふにゃとか言って、なかなか寝ない。布団に入れてもなんか眠くなくて、ちょっと本を読んでたり、なんかゴロゴロしてたりして、なかなか、なんか寝ない。なんてことよくあると思うし、あとはなんか塾に行ってる子だと、塾から帰ってきたらもう夜8時、9時なんてこともあると思うんですけど、なので、まあ、早寝ってなかなか難しいんですが、何をしてもらうかっていうと、早起こしなんですね。早起こし。早起こしを習慣化するといい。なぜかというと、
実は人間にはね、これ14時間の体内時計っていうのがあるみたいで、人間の体内時計は朝起きてから14時間前後で眠たくなると言われています。なので、このメカニズムをね、うまく使って朝6時頃に無理やり起こすようにすると、だいたい夜の9時ぐらいには眠くなってくるので、このタイミングで寝ちゃうっていうのが一番いいのかなと思います。で、これをね、2週間続けると、いわゆる早寝早起きっていう生活習慣ができてきます。で、このね、14時間の体内時計をしっかり、この、作動させるためには、これですね、起床後すぐ日光を浴びるっていうのが効果的です。で、毎朝起きたらベランダに出て深呼吸をするとか、これを習慣化すると体内時計が正しく作動して規則正しい生活習慣が身についてくることがあります。で、ブランダにね、こういうプランターがあるお家だったら、まあ、その水やり係を朝起きたらこれ水あげてね、なんて子供たちに担当させるのもいいのかなと思います。あ、よし。で、あとね、これ実はね、うんちを出す時の体位にも実はコツがあって、どういう、なるべくロダンに近い格好がいいかっていうと、ロダンのね、考える人の格好でするのが実はいいんですね。で、こうすると、先ほどお話をしたうんち持ち上げ筋が結構ね、構造的にこう緩むようになってきます。なので、この考える人の格好で、あとね、この S 状結腸がうまくこうまっすぐなって、こううんちが出やすい格好になるんですね。なので、この格好がいい体位です。ちょっと、あとはね、この、子供の場合は床に足がプランプランでしてつかないことがあるので、やっぱりしっかり踏まれたり、そのなるべく考える人に近い格好になるためには、こういう足の台が売ってますから、このおトイレの横にこういう足の台を作っていただいて、こういうところに足を乗せると、まあ、しっかり決まることができるようになります。イメージでいくと、お母さんたちいっぱい聞いてくださっているのであれば、お産の時の体位がね、すごくうんち出しやすい、あの体位ですね、あの膝を曲げてグーみたいな体位、あれがね、一番決まれるいい体位になります。だからね、実は和式のトイレってすごく理にかなってて、あの体位でうんちをするっていうのはすごくうんちが出やすかったんですね。はい。あと、ちょっと、おねしょで悩んでる方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと朗報なんですけど、実はね、この、便秘が治るとおねしょが治るってことがあります。確かに、ね、おねしょが治らないっていうことで、当院をね、訪れる子もいて、だいたい小学校3、4年生になっても、続くと、こう、心配して来られる方が多いんですね。ね、子供のおねしょってどういうことかっていうと、これ、まあ、定義。こういうがあって、ちょっと読み上げると、5歳を過ぎて1ヶ月に1回以上の頻度で夜間睡眠中の尿失禁を認めるものが3ヶ月以上続くもの。これは、まあ、おねしょと定義し、夜尿症ですね、と定義しています。で、この小学校1年生における夜尿症の有病率、病気を持っている人の割合っていうのは、だいたい 10% 程度、1割ぐらいと言われています。だいたい小学校3、4年生だと4から 6% ぐらいなので、30人クラスだと1人から2人ぐらい。はおねしょしてる人がいるのかなっていう計算になります。はい、これはちょっと日本泌尿器学会からデータを抜粋してます。で、まあ、そんな子を、ね、よく調べるとね、本当に、ね、こう便秘が原因のことがあるんですね。で、便秘とおねしょどうやって関係しているのと思う人もいると思うんですけど、この2つはすごく密接に、関連していて、この図をちょっと見ていただくと、ここね、体横から来たような図で、ここが膀胱ですね。おしっこが入っている膀胱っていうところで、まあ、男女で多少構造にちょっと違いはあるものの、この後ろにこう腸があります。で、さっき見たく、すごくうんちを溜めるようなことが、続いてしまうと、ここに硬くて大きなうんちがあると、このね、膀胱が物理的にちょっとこう押されてしまって、膀胱ね、おしっこもともと溜めるところなんだけど、その容量が減って、おしっこを溜めにくい体になってしまう、溜められない体になってしまうんです。なので、ちょっと頻尿になったりとか、あとはこうおねしょが起こったりします。あとは、このうんちを出すっていう神経と、おしっこを出すっていう神経というのは互いに影響を与えていて、まあ、排便がコントロールできないと排尿に影響することもあるし、なので、便秘が解消しておねしょが治る。あとは、おねしょが治ったら便秘が解消するなんてこともあったりします。で、この、だいたい3年生、4年生、今ちょっとコロナのことがあって、宿泊学習っていうのはすごく減ってはいると思うんですけど、以前まではですね、林間学校がある、近くなるとお泊まりなので、なんかおねしょ治せないでしょうかってかかってくる親子の方いらっしゃいます。ね、そういう人の中にやっぱりね、便秘が原因となっていることがあって、でその場合で先に便秘の治療しないといけないんですよ。でそうなっちゃうと、まあ、結構時間がかかるんですね。でなんか
実は来週とか、実は来月林間学校があってお泊まりなんですとか言って来られるとめちゃめちゃ時間がなくて、なんか我々小児科医としてもちょっと困ってしまうというところがあるので、もしもですね、もしもおねしょで悩まれている方で宿泊学習があることがすでに分かっている場合は、ぜひ少なくとも半年ぐらいの猶予を持って受診していただきたいなと思ってます。あと、これ私がちょっと伝えていきたいなと思ってるのは、うんちにもね、作法があるのかなと考えていて、その3つ、ちょっと前からと、お手洗い、手洗いとおならっぷの話をちょっとしたいと思います。ちょっとぜひね、学校とか家庭でも正しいうんちの作法っていうのをね、伝えていってほしいなと思ってます。1つ目の正しい作法の1つ目、これ前から後ろに拭く。これね、結構大事なことで、皆さんね、知ってるとは思うんですけど、中にはたまにいるんですよ。後ろから前に拭いてますって人も中にはいて、大事なのは前から後ろに拭くということですね。洋式トイレであれば、ここからお尻からこう手を入れて、前から後ろに拭く。どうしてかっていうと、まあ、女性の場合っていうのは、このうんちに含まれる菌が尿道、おしっこの穴から入って膀胱炎になるリスクが高くなるし、まあ、男の子の場合はここにね、陰嚢があったりするので、そこにうんちがつく可能性があるからです。なので、ちょっとお尻拭くときは後ろから前に拭くようにしましょう。正しい作法の2つ目、手洗いをきっちりしましょう。これ当たり前のことなんですけど、なんか結構ね、トイレの後パパパーって手洗っちゃう人、まあ、最近はコロナのことがあって、すごく、ね、皆さん真剣にちゃんと正しい洗い方してくださってる方増えてはきてはいると思うんですけど、やっぱりもう今一度ですね、おトイレの後はしっかり手を洗う。これすごく大事なことかなと思います。あと3つ目、めちゃめちゃ私が強調したいこと、これね、音に触れないっていう作法なんですね。うんちするとき、なんかブーとかさ、ブリブリとか、なんかブチブチとか、音がね、出ることありますよね。おならが一緒に出ることもあるんですよ。で、公共のトイレだと恥ずかしいから一緒にこう、お水流しながらうんちするなんて人もいると思うんですけど、まあ、それでもね、音聞こえてくることってあるんですよね。でも、子供の場合って、なんか、あ、トイレすっげえ音聞こえたとか言って、なんかすごい言っちゃう子もいるんですけど、これね、ちょっとマナー違反かなと思ってます。で、この音が出るのが恥ずかしいからうんちしたくないとか、なんか出ないようにお尻をこうすぼめちゃうとかいう人も中にはいるので、でもこれね、おトイレでうんちしてる人って本当お腹痛いよとか、もうすごい頑張ってうんちしてるよって中にいるかもしれないんですよ。なの、そういう人に対して、なんかすごい音だったねなんていう、まあ、思ってても言わない、ね。思ってても心の中に収めて、もう、あ、まあそういうこともある、大丈夫かな、ふんふんふんみたいに、しようねってことを子供に伝えていくってこともすごく大事かなと思います。これ絶対ね、笑いの種にしないことなんですよ。すごい大事。ちょっともうちょっとだけ言いたいんですけどね。なんかすごい音してたよねとか、親がね、言うこともあるんですよね。すごいならじゃーみたいな。で、なんかそういう、なんね、笑いのネタにしない？しがちなんですけどね。するとなんか笑われちゃうから嫌だっていうふうになっちゃうんですよね。で、ちょっと大事な話、ちょっとまた、もうちょっと駆け足で話をします。で、受診のタイミング、すごい大事なのでちょっと話をしますね。で、これ、受診のタイミング、もう決まってはいるんですけど、わーってちょっと分かりにくいので、これちょっと医学的な言葉も入ってて分かりにくいので、ちょっと言うと、簡単に言うと、こうですね。うんち、便意がないので、うんちが漏れて下着が汚れる。これ一番最初の方で申し上げた、このうんち漏れのところの話です。あと、うんちしたいんだけど、無理に我慢して出さないようにしている場合。あと、うんちした後、肛門を痛がるとき。あと、うんちの回数が週に普通、2回以下。うんちをしたとき出血をする。あとは、うんちをしたとき肛門から腸がちょっと出てしまう。これ見るとわかると思うんですけど、ちょっと腸が出てきちゃう場合。あと2ヶ月以上このような症状が続いているときは受診をした方がいいかなと思います。じゃあ、でもこの便秘どうやって、便秘の兆候の気づき方、ここもすごく大事なので話をしようと思うんですが、だいたい1歳から3歳くらいの便秘の気づき方。これですね、うんちしてる、するときめっちゃ真っ赤な顔して、ずっと息んでる。まあ、息むことはあるかもだけど、結構長い間生きんでる。いいうんちの条件のところ、ちょっとお話ししたと思うんですけど、だいたい理想のうんちの時間は1から2分ぐらいです。それ以上に、うなって、うんちをしようとしてる場合は、やっぱり便秘の可能性があります。あとは、苦しがって、もううんうんしてるけど、泣いてるけど、出てこない。なんとなく、例えばこの、ね、お尻、1歳から3歳でお尻の穴を見てて、なんかうんちは見えるんだけど、出てこない。これはね、便秘ですね。あとは、すごい時間がかかって、やっと出た割には、なんかちょっと、何？もう本当に手に乗るっていうか、本当にちっちゃい2、3センチぐらいのうんちがコロコロしか出てこない。これも便秘です。あとは出血する場合ですね。
次、3から6歳ぐらいのこの便秘の気づき方。これはね、部屋の隅に隠れて排便をしているとき、あとはこの立って両足をクロスさせて力を入れている様子、仕草をする、そういう姿勢をとる場合、あとは床に体育座りをして肛門をこの床に押し付けている姿勢をする場合、これ何かっていうと、うんち、便意があるのに我慢している子どもによく見られる我慢ポーズなんですね。うんちしたいんだけど我慢している場合。よくこういうポーズをします。これもしかしたら便秘かもしれないと思っていただくといいと思います。で、これね、小学生になると結構難しくて、なんでかっていうと、私もよく経験するんですけど、便秘が原因とか、お腹が痛いって、受診する子に、なんか、うんちいつ出たのなんて聞くと、知らないとか、わかんないとか、結構答える子ね、いるんですよ。ね、これまた、日本トイレ研究所の方の検査というかあのアンケート結果を抜粋してますけれども、これ家庭でうんちや排便について解剖しているか、してないって人は結構いるんですよね。で、うんちの状態どうかっていうのをチェックしている。まあ、していない人がもう半分以上います。だから小学校になっちゃうと、なんか結構うんちの話もしなければ、どんなうんちをしているか知らないって人は結構多いんですね。でどうしていただきたいかっていうと、この便秘の解消に向けて大切なことは、どんなうんちがどのくらいの頻度で出ているのかと、ここをモニタリングすることなんです。でこの排便の状況を見える化するってことが、まあ、排便を適切に、まあ、コントロールすることができてくるからなんですね。でそのためのツールとして、ぜひこの、ね、うんち日記っていうのをつけていただきたいと思っていて、ここね、先ほどちょっとお話ししたこのブリストルスケール、ブリストル大学の先生が提唱したブリストルスケールが出ているので、これ毎日の記録として使っていっていただきたいなと思ってます。これ私が書いている、小児科医のママが教える、大切なうんちの話の付録として付けてあります。でね、この子どもたちってのは、なんかうんちのことを答えるってことに対しても強い抵抗感を持っていたりとか、あとはうんちをする排便にすごく無関心で、便秘の怖さっていうのを認識してないとか、認識していても直視しないようにしているってことがあります。で自分の体に起こっていることなんだけど、親と共有するのもちょっと嫌だなと思ってるかもしれないんだけど、でも自分の体をケアできるのは自分だけなので、まあ、こういう日記を通して、ちょっと自分の自身での体に今起こっていることについて、ちょっと関心を持ってほしいなと考えています。で、実はね、このうんちの話っていうのは、実は性教育の入り口かなって私考えてるんですね。で、うんちの話と性の話の共通点って何だと思いますか？何かっていうと、これどっちとも人間だから起こってくることなんですよ。人間だからうんちもするし、人間だから性のこのね、あの体の変化っていうのは起きてくるものなんです。これ自然に起こってくるもの。これ抵抗したってうんちはしますし、抵抗したって体はね、変化してくるものなんです。なんですよ。なので、だから、まあ、最初の、まあ、性教育の入り口として、ぜひまずはね、うんちの話をしてもらいたいと思ってるんですね。で、そうすると、まあ、子供って結構うんちって汚いとか、うんち恥ずかしいって思ってるのが、だんだんね、その抵抗感がなくなってきます。なので、みんながこのうんちの話を普通にできるようになれば、まあ、生きていれば当然起こってくる生理現象、つまり性についての話も、まあ、ちょっと普通に考えることができるのかなとも考えています。なので、人がね、うんちをするっていう行為は生き物として自然の営み。なので、まあ、この性に関わる行為とか、性に関わる性的な、この成長に伴う性的な体の変化、まあ、生き物として自然のことなので、恥ずかしいことでもなければ、けがらしいことでもない。ので、まあ、ちょっと皆さんでここね、話をしていただきたいなと思っています。結構ね、大人の人、多くの人がちょっと性についてどう話していいのかなってわからない人もいると思うので、まあ、実はちょっと私もゲストとして話をするんですが、こういうイベントもあります。ちょっと子供、例えば性の会話、ちょっとデビューしてみませんかっていうことで、3月12日、私もちょっと話をするので、もしもよかったら、ちょっと性教育について悩んでる方がいらしたら、こちらもちょっと覗いてみていただきたいなと思ってます。はい、今日の話はこちらでおしまいになります。で、私の書籍にはね、このうんち臭いのをどうやったら臭くないうんちにするのとか、あとは、どうやったら子供にうんちをすることを促すことができるのとか、ちょっとうんちに関してついてのなんか面白い本、こんな本ありますよとか、あと感情とか痔の話とか、まあ、うんちが原因で、便秘が原因で実際に手術に至ったケースもありますよとか、まあ、そういう話ね、詳しく書いてありますので、よかったら読みいただけたらいいかなと思ってます。というわけで、はい、今日のお話はこちらでおしまいになります。ありがとうございました。工藤先生、ありがとうございました。はい。はい、では、ここから、
ここから質疑応答の時間に移ります。質問のある方は Zoom の画面にあります Q&A をクリックしていただきまして、ご質問内容をご送信ください。お時間の関係でお答えできる数には限りがありますことはあらかじめご了承ください。また個人的なご相談にはこの場では、お答えできかねますこともご了承ください。もし個人的なご相談があります場合は、今画面の右下に表示しております工藤先生のインスタグラム、こちらへの DM の送信で、をお願いします。でただそのお送りいただいたものも順番にお答えしたり、中にはお答えできかねるものも一部ありますことはあらかじめご了承の上ご利用ください。ただいま少しのお時間いただきまして、頂戴している質問を工藤先生の方で確認していただいてます。はい、いつでも大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、今いくつか来てますね。そうですね、はい、でもなんか割とちょっと個人的な意見も、いただいてはいるんですけど、まず一人、匿名の方で、便失禁は何歳からって起こりうるとかありますかっていう質問に関してなんですが、何歳でも起こりうるものです。結構、赤ちゃんでも、便秘が起こる、年とタイミングって実は人生の中、人生で、まあ、子供ですね、子供の中で3つあって、1つ目が離乳食の開始の時期、ここは便秘が起こりやすい。2つ目がトイレトレーニングを開始した時期、ここも便秘が起こりやすい。3つ目、小学校に入学した時、便秘が起こりやすい。この、ね、3つのタイミングがあります。なので赤ちゃん の, その、ね、便秘、離乳食を開始した時期、ここも、ね、結構便秘が起こって、まあ、この時期の赤ちゃんでも便失禁は起こりうります。だから何歳からでも起こりうることです。あと、ちょっとうんちと関係ないけど、快便だけどおねしょしてしまう男の子の話、まあ、受診、ぜひ受診していただければいいかなと思っています。受診するとどういう治療をするんですか、ちょっとこれは話が脱線してしまうので、受診すると分かると思いますとしか答えようがないですかね。まあ、気になるようであれば私のインスタのダイレクトメールいただければご返信します。生後8ヶ月の赤ちゃんがいます。全粒粉のパンはいつから食べさせてよいですか。離乳食がもう結構進んで8ヶ月だから、まあ、中期かなと思うんですけど、全粒粉のパンも食べさせてしまって大丈夫です。ちょっと個人的な話だけど、溜め込みタイプの便秘治療中ですって1歳の頃お持ちのお母さんですけど、腸が太くなってしまっている場合、元に戻るには何年もかかるのでしょうか。便秘の治療を始めて5ヶ月目です。結構時間かかることが多いですね。まあ、1年、短くて1年とか、長いと、まあ、数年かかるかもしれないですね。まあ、まだ1歳0ヶ月なので、私の場合、ちょっと主治医の先生とちゃんと話をしていただくっていうのが第一のことなんですけど、私の場合は、結構トイレトレーニング完了まではしっかり便秘の治療をしようと思っています。なぜかというと、先ほど言ったように、便秘、トイレトレーニングの時期ってのはすごく便秘がなりやすいので、トイレトレーニング完了までは便秘の治療は継続すると思うので、多分、まあ、この1歳0ヶ月の子だと、2年ぐらいですかね、2年ぐらいはしようかなと思います。はい、どんな便秘薬でも癖にはならないですか。ならないです。大丈夫です。便秘薬で癖に なるんじゃなくて、先ほどのスライドでもお話をしたように、うんちをするのが怖くなるって癖はつくの と,、うんちをため込む癖はついちゃうので、それを起こさせないためにお薬を使うという感じですね。なのでそこの2つが解消されさえすれば、うんちの薬をいつでもやめることができます。2歳3ヶ月の子供がいます。モビコールを飲んでいますが、いつ頃まで伸ばすべきでしょうか。飲まないとその日はうんちが出ません。飲んでうんちが出るのであればいいと思います。ちょっとうんちが出るどのぐらいから飲み始めて、今どのぐらいの治療の時期にあるのかってところですけれども、私先ほど申し上げたように、トイレトレ完了までは、うんちの薬は続けていこうかなと思ってる派です。
で、モミコール飲んで出るのであれば毎日飲んでもいいと思うし、あとはその私の場合ですね、モミコール毎日飲むのとこから1日おきに減らしていってもらって、その段階でうんちの状況がどうなっているのかを見ていこうかなと考えています。ちょっと主治医の先生と相談がいいかなと思います。あとは、でも便秘薬はいつまで続けたら便秘解消するなどの目安はありますかってところですけど、うんちをすることが怖いとか、うんちすることが痛いっていう気持ちがなくなって、お薬を減らしていく段階でもいいうんちの状態が保つことができたらやめていくようになります。なんかね、便秘の治療ってすごく個々で違ってくるので、一概に言いにくいところあるんですけれども、やっぱ外来でこまめに見ながら、お薬の量は、減らしていったり、増やしたり、あとお薬の種類を変えたりとかすることはあります。あともう一個。もう一個くらい答えて大丈夫ですかね？大丈夫です。まだお時間大5丈分夫ほですどありか？ます。保育士です。便秘で苦しんでいる子の保護者があまり関心なく、子どものためには受診した方がいいと話をしているんですが、なかなか受診につながりません。アドバイスがあればお願いします。この便秘ね、この子どもの便秘、なぜほっといてはいけないかというと、子どもの時に便秘の状態にあると、結構大人になっても便秘で苦しむ方結構多いんですね。なので、子どものうちにぜひ良くしていただきもらいたいっていうのと、保育士さんなので、まだ、未就学児と考えると、小学校に上がってから苦労する子もすごく多いんですよ。で、小学校に入ると、先ほど話ししたように、親が、さらにうんちに対して興味を持たないというか、確認ができなくなってくる。うんちの話もしなければ、どんなうんちをしているかってことを親が確認しないので、子ども一人で抱えて悩みを抱えるってことが増えてきますから、ぜひ、うんちの家に行ってくださいという話をするのと、あとよかったら私の本をですね、ちょっと読んでいただけると、いかに便秘を解消することがその後の生活を良くするのかってことを分かっていただけると思うので、よかったら本を一冊ね、保育園で買っていただいて、ぜひ、で、それを皆さんでちょっと共有して読んでいただけると、さらによく分かってくださるかなと思います。お母さんにもちょっとそれを、一冊あれば皆さんで読んでいただくこと、コロナのこともありますけども、ちょっと回し読みでもいいので読んでいただけると、よりよくご理解いただけるかなと思っています。うんちを柔らかくする薬のくあうんちの薬の選出はどうやってやりますか？どうやって言いますか？9ヶ月でマルチエキス飲んでいますが、虫歯にならないか不安です。先生によると思いますが、9ヶ月、私はね、マルチエキスはあんまり使うことはなくて、酸化マグネシウムを出しています。ね、なぜかというと、マルチエキスは私結構ね、飲ませにくいと思っていて、結構ベタベタで、飲んだことある方ご存知だと思うんですけど、結構ベタベタで飲ませにくいんですよ。で、さらには糖分なので、私もちょっとその歯にくっつくのも嫌だなとかいうところが、親としても、小児科医としてもあるので、あんまりマルチエキスは出さないですね。で、いいのかな？なので、私は酸化マグネシウムを出しています。これ先生にもよると思います。以上かなと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、時間となってまいりますので、質疑応答、また本日のセミナーに関しては、このあたりで終了とさせていただこうと思います。工藤先生、本日は興味深いお話をいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。